皆さんこんばんは、河野まりかです。河野まりかセカンドシングルニューストーリーリリース記念スペシャル動画始まるよ。わさあ皆さん、ファーストに続いてセカンドもですね、私こうして動画をお送りさせていただくんですが、ちょっと説明させてください。実はですね、私河野まりか2月の24日にソロアーティストデビューをさせていただいたばかりでして、なんとセカンドシングルニューストーリーが7月14日に発売されることも決定しております。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ今回もですね、そんな CD リリースを記念したスペシャル動画をこちらでお届けすることになりました。ありがとうございます。いろんな企画をですねやらせていただけるということなので、早速やっていきたいと思います。それでは YouTube 特別企画いってみましょう。題して即興言葉たちが奏でるニューストーリー。わー、さあ7月14日発売のニューストーリーにちなんで、即興でニューストーリーを紡いでいくということなんですが、まずこちらにですねカードが置かれています。ここにある問題カードを引いて、それに書かれているトラブルを確認します。続いてアイテムカードを引いて、そのアイテム1つとニューストーリーの CD 合わせて2つのアイテムを使ってトラブルを解決するという、はい、ニューストーリーを私が作っていきますということなんですが、キャット&チョコレートですね、これは私も大好きなボードゲームなんですけれども、こうやってご用意していただきました。どうだろう、できるかな。でも私できないと今回ねプレゼントがかかっているってことなんですね。きちんとアイテムを使ってトラブルを解決することができたかスタッフさんに判定してもらいます。正解数に応じて皆様にプレゼントがあるようなんですということなので、絶対にねこれを正解しなければ、正解というかスタッフさんの心を射止めなければならないということなんですが、このプレゼントももう言っちゃっていいんですかね。このプレゼントはなんと私のサイン入りポスターでございます。わー、欲しかったよねみんな結構アーシャが発表された時にポスターになってほしいなとかね皆さん言ってくれていたので、これがねプレゼントできるということなので、私もプレゼントしたい気持ちは山々なんですよ。頑張っていきたいと思います。それではニューストーリー作りに挑戦します。まずこちら問題カード引きます。じゃじゃん、バン。片思いの相手を振り向かせたい。なるほど、これ順番操作しましたそれっぽいですよね、 CD とか使えそうな。ではアイテムカードを引きたいと思います。じゃじゃん、サッカーボール。え、サッカーボール、そしてプラスして私のニューストーリーの CD が使えるってことですね。この人サッカーするかなどうだろう、あのこれ私、これ私かなちょっと頑張りますね、いきます。それじゃあ片思いの相手を振り向かせるトラブル、用意スタート。マリオくん、私マリオくんが大好きなの。だけどマリオくんの好きなことも知らないし、マリオくんが日頃どんな音楽を聴いているかもわからない。あ、そうか、好きなものがわからないんだったらとりあえずきっかけを作ればいいんだ。私サッカーボールしか持ってないんだけど、サッカーしようぜって言って嫌な人はいないよね。そうだよ、磯野野球しようぜで磯野は断ったことないですもん、きっとだからマリオくんを一回サッカーに誘ってみようっと。マリオくん、私ちょうどサッカーボールを持ってるんだけど一緒にサッカーしない？え、サッカーをする気分ではない？あ、そっか、じゃあこのボールは記念に取っておくね、いつかやろうねどサッカーをしない気分なんだったら、わかった、ちょっと今何か音楽を聴く気分にはなってこない？
なってきた？そう、それじゃあ私ちょうどここにね、ニューストーリーっていう河野万里香さんのニューシングルをちょうど持ってるんだ。え、河野万里香さんを知らない？そう、すごく爽やかで賑やかな女性声優さんなんだ。まあ、とりあえず一緒に聴こうよ。この音楽を聴いたらね、とっても元気な気持ちになれるんだ。一緒にこの音楽を聴いてお近づきになりませんか？これで振り向かせられたかどうかわかんないんですけど、ちょっと自分でボケツ掘って言っちゃったんですけど、いきましょう。それでは今回の判定はどうでしょうか？あ、やった！ちょっとボケツ掘ったのがポイントだったんですかね。なんかありがたいですね。早速丸をいただけたということなので、プレゼント1つ目獲得ってことでいいんですかね。やったー、ポスター1枚は獲得です。いやー、ちょっと冷や汗かきました。なんで自分の印象を言うようなそんなことをしてしまったんだろうか。まあ、とりあえずですね、続いていきたいと思いますよ。ちょっと軽くシャッフルしながら不正はなかったということで、トラブルカード、続いてがこちらです。家の鍵がない。これかなりトラブルですね。だって家入れてないですしね。皆さんなくすことあります？だいぶ一大事ですけど、ちょっとカード見てみましょう。こちら、メガネ。あ、でも、あ、そういうこと？そういうこと？でもこれにプラスして私のニューストーリーカードを使わなければいけないんですよ。ニューストーリーCD を使わなきゃいけないので、どうやって織り交ぜようかな。あ、わかりました、行ってみましょう。テンデレンデレー、あー、今日もお仕事楽しかったな。よし、お家の鍵を取って、あれ、鍵がない。そんなはず、だって開かない。家はだって鍵閉めて出たはずだから、この中にないはずがないんですよ。鍵を探さなくちゃいけない。ちょっと待って、私今日コンタクトするの忘れてたから、視力が悪いから見えないだけかもしれない。ちゃっちゃらー、メガネをかける。かけてみよう。あー、これで見えるかもしれない。さあ、どこにあるんだ。あれでもない、これでもない。どこにしまってしまったんだ。あ、思い出したぞ。そうだ、今日なんだかマネージャーにカンパケのチェックをしろって言われて、 CD を開けてその中に鍵を入れた気がする。そうだ、これだ、河野万里香のセカンドシングルニューストーリーの CD。 この中にもしかして、家の鍵これで開けられるぞ。ガチャ、マイホーム。それでは今回の判定をお願いします。あ、優しい、めっちゃ優しい。だってそんな CD のパッケージの中に鍵が入るわけとか、そんなこと考えちゃいけませんよ。スタイリッシュなね、すごく細い鍵かもしれないじゃないですか。いやー、まあでもこれはね、あれなんですよ、ボードゲームだから、みんながなんか素敵だなって思ったらグッドみたいな感じでね、遊ぶすごい優しいゲームなので、ちょっと今優しさに助けられている気がします。それでは今回ポスター2枚ゲットということなので、あと1枚くらいね、獲得したいところですよね。次のトラブル行ってみたいと思います。こちら、トイレが混んでて入れない。こんな並んでますもんね。うわー、これはトイレ混んでた時、違うトイレ探すくらいしか思い浮かばないけど、ちょっと
イテムカード、こちら見てみます。ゆるキャラのぬいぐるみ、これもうぬいぐるみ、あ、着ぐるみか、中に入れる。はっ、そういうこと。いや、でもそんなそんなモラル的にとかいろいろ考えて、そう、やっていいことのね、悪いことが世の中にはありますから、それを考えてみて、ちょっとこれにね CD をしかもいろいろ混ぜてみて、わかりました、やってみましょう。トイレに並んでます。あー、もう早く入りたいのにこんなに並んでる、どうしよう。あと1、2、3、4、5、6、7、入り口に7人はいるってことだよ。多分30分しても開かない可能性もある。そう考えたらこれは、でもこの辺にトイレないからここを開けるしかないんだ。よし、今の私は着ぐるみを持っている。なんでかなんて聞いちゃいけない、これを着るしかない。よいしょ。そして変装した私はもう一枚のアイテムを取り出します。じゃん、ニューストーリーのセカンド CD シングル、これはですね、実は私今日たくさん持っていたんです。よし、じゃあトイレの隣で机を置いていただいてCD をすすすと並べ、皆さんこんにちは、僕は河野まりかのお友達そうだな、木島優くん僕は今回特別に河野まりかさんのサイン入り CD をここで販売するよ。なんと10分限定だから、そこに並んでいる君たちも急いで CD を買ってほしいんだ。どうかな。え、それは大変だ、今すぐ買わないと CD が売り切れちゃうよ。ゾロゾロゾロ。あ、皆さんこんにちは、河野まりかさんの CD いつも買ってくれてありがとうございます。今日はサイン入りをプレゼントしますよ。あ、どうもありがとうございます。あ、ありがとうございます。どうしよう、トイレに行けないことに気づいたぞでも好評だったから5分で完売しました。皆さんいつも河野まりかの応援をありがとうございます。じゃあまたね、今すぐトイレに急行だそれでは今回の判定をお願いします。ダメだった。そうですよね、ちょっとお渡し会始めちゃったらいけないですもんね。あ、この着ぐるみを別の人に着せればよかったんだ。うわー、失敗した。まあ失敗しましたけど、3問中2問正解しましたから、皆さんに2枚のサイン入りポスターをプレゼントしたいと思います。やったー、よかった。はい、こちらのですね応募方法は概要欄と音楽スタッフ公式 Twitter からのお知らせをチェックしてみてください。ということで、キャット&チョコレートといいますか、私が紡ぐニューストーリーをですね遊んできたわけなんですけれども、いやー、キャット&チョコレートのね面白さを存分に活かせたような気もしますが、ちょっと最後のトイレだけは入りたかったな皆さんもぜひね遊んでみてくださいね。そしてニューストーリーもたくさん聞いてください。はい、ここからは7月14日にリリースいたします私のセカンドシングル、ニューストーリーについてお話をしていきたいと思います。まずはですね、このニューストーリーなんですけれども、実は私のソロデビューが発表されたのが皆さん11月頃だったの覚えてますか。あの時にはですね、すでに
ニューストーリーの方をレコーディングし終わっておりました。どんな時系列かと言いますと、デビューシングルよりも先にセカンドシングルを撮っていたというお話なんですよ。ちょっとこれはね、なかなかない経験だと思うんです。なので多分ね、私が当たり前のように喋っちゃうとね、そういうものなんだって思っちゃうかもしれないので、多分私は特殊な例なんですけれども、そういうね貴重な経験をさせていただいたのもあって、初めてのソロアーティストとしてのレコーディング曲というのがニューストーリーになっております。この曲はですね、もう皆さんご存知かもしれませんが、私の初のアニメタイアップ曲ともなっておりまして、テレビアニメ精霊幻想記のオープニング曲となっております。ぜひね、気になった方は精霊幻想記の方も見てみてください。そして私のね、このオープニングテーマ曲っていうことなんですけれども、 MV とかもね撮っちゃってるんですよ。いやー、本当に綺麗に撮っていただきました。あと、あの公開されているアーシャー、皆さん見ていただけましたか？ YouTube の方にでもですね、写真でアップされているんですけれども、あのアーティスト写真、すごくこう空の青さが吹き抜けるようにですね、お外で撮っていただいたんですけれども、あの私のこうなんていうんですか、孫にも衣装なんですけれども、爽やかな衣装を着せていただいて、こう私のリラックスした表情をですね、抑えていただいた写真だったんです。というのも、 MV を撮っている最中のオフショットのような感覚で、アーシャとかも織り交ぜて撮っていただいていたので、果たしてこれは私のポテンシャル的にオフショットのノリで撮っていて、アーシャにつながるものがあるんだろうかみたいな、それだかが果たしてこの中にあるだろうかっていう、ちょっと気になるところもあったんですけれども、やっぱりそこはね、プロの皆さんのお力のおかげで素晴らしい写真が上がりましたよ。まだ見ていない方はですね、ぜひこの YouTube の方にもですねアップされておりますので、アーティスト写真改めて見てみてください。そんな裏話でございました。さあ、いろいろお話ししてまいりましたが、私のセカンドシングルニューストーリー、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。ということで、スペシャル動画いかがだったでしょうか？もうなんか一人でやるキャット&チョコレート、ほんと辛いですね。いや、楽しかったんですけど、まさか自分で自分の墓穴を掘っていくとは思わなかったんですけど、まあただね、3問中2問ということで、改めて今回プレゼントを皆さんにお送りできるというのがとっても嬉しいので、ぜひ気になった方は概要欄とかも見直していただけると嬉しいです。さあ、この動画まだ撮らせていただけるということなので、次回はどんなことをやるのか、ぜひ楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。